はい、ガッチャン劇場パート3です。まあ、ガッチャン劇場っていう名前いいな。ちょっとガッチャン劇場をテーマにしばらく動画を撮っていきたいと思います。はい、まあ、前回はね、シンクタンクの依頼で、シンクタンクの依頼というか、まあ、シンクタンクにちょっと調べろということで、ブロックチェーンについて調べたんですが、ブロックチェーンが何者かっていうものを、まあ、ブロックチェーンを調べに関わってから今でもう5年ぐらい経つと思うんですけども、ブロックチェーンっていう言葉を実際、正しく説明できる方は、まだまだ、世の中に少ないと思います。まあ、すごく重要なことなんですけども、身近じゃないっていうことも確かなんですよね。まあ、一言で、ざっくり言うなら、絶対破られないと言われているセキュリティです。しかも、そのセキュリティで閉じられたファイル、資料の中身は、誰でも見ることができるという、誰でも見ることができる絶対破られないセキュリティだと思ってください。はい。まあ、それがブロックチェーンというものなんですが、そのブロックチェーンによって生み出された副産物として暗号資産というものが挙げられます。まあ、詳しくは暗号資産について調べてもらえばいいんですけども、有名どころはビットコインですね。はい。まあ、ビットコインといえば、ビットコインで儲けた人、儲からなかった人、ビットコインで損した人、まあ、たくさんいらっしゃいます。今のところ投機目的という方もいっぱいいらっしゃいますが、ビットコインに限らず暗号資産が生み出そうとしている世界っていうものをちょっとイメージしてほしいと思うんです。はっきり言いましてね、暗号資産を投機だと思って、投機でお金を儲けてるっていう人は、ビットコインもブロックチェーンも暗号とかも、いや、ごめんなさい。暗号資産持つ資格はありません。はい。もう1円たりとも、投機だと思って買う人には買ってほしくないっていうのが私の正直な気持ちなんですけども、まあ、どういうことかというと、暗号資産っていうのは、世界の構造をひっくり返す可能性のある通貨です。なぜなら、国によって管理されているわけではなく、プログラムによって管理されている資産だからです。つまり、国の都合とか、世の中の都合によって、お金が上がったり下がったりしないっていうことです。まあ実際はね、とはいえ実際は、まあ運ぶ数も多くないですし、持ってる人の数もまだまだ少ないので、まあ大きいお金を持ってる人がポーンって買ったり売ったりすると、まあビットコインね、もうガンガン値段上がったり下がってるのは事実で、まだまだビットコインも暗号資産どれもね、現実的に使えるお金とは言い切れないです。ただし、暗号資産が、によって作られようとした未来というのは、お金という存在を国に支配されるわけではなく、自分たちで管理するっていうことを大前提としてます。つまりですね、国というものがいらなくなるってことです。はい。暗号資産で、だけで、回るような世の中になった時に、国というものが必要ないということです。つまり、国と国同士の戦争はないってことなんですよ。わかりますか？国が必要なくなる仕組みが暗号資産の仕組みです。とはいえ、ブロックチェーンによって暗号資産全部作られてるわけではなくて、一企業が出資して作られてる通貨もあります。例えば、リップルなんてそうですね。銀行間取引のために作られた暗号資産、リップルなんかは、リップル社っていうものが作ったものです。はい。まあ、他にね、いろんな通貨ありますけども、まあ、大きく分けてビットコイン、リップル、イーサリアムという3つの、通貨がありますが、まあ、それについて詳しい説明は皆さん、YouTube かなんかで見てください。それについて話し始めると、2時間、3時間かかっちゃうんで、やめたいと思いますが、もう一回言います。暗号資産っていうのは、国というものをなくす仕組みと言っても過言ではありません。そして国というものがなくなったとしたら、国と国との間の戦争は当然なくなります。ただし世の中、国と国の戦争ではなく、違う価値としての戦争が今現在起こってますよね。はい、そういった話について、次の回でお話したいと思います。ガッチャンでした。